方に行って、あ、ステージのキャラさんみんなにね、ご案内しますよ。ここからちょっと待ってね。みんなは紹介が終わったらステージの今ゴーヤセあなたはね降りてこなくていい。降りてこなくていい。ゴーヤ先生側の階段を降りて帰るのね。PR が終わったら帰りますよ。わかった。はい、そういうことです。そして赤い階段はみんなジャンプはしちゃいけないこと。これね、あ、ジャンプジャンプ。これはあのそこ抜けるらしいのでジャンプはしちゃいけないこと。はい。さ、それではご紹介していきたいと思います。まずはふにゃし豆腐のコーナー。端っこでいいの？なんかわっちゃわちゃになって大丈夫？これで。はい、ではいきますよ。ふにゃしはもともとフランスアルザス地方で飼われていた猫フランソワが息絶えた梨の木に猫に似た梨が実り、フナシーが梨神様にお願いしてその梨を猫梨の妖精にしてもらったそうです。皆さん知ってました？そりゃ知ってる。あ、知ってる。すごいな。私はこれを初めて知って、そうなの、ふにゃちゃんったらって思いました。はい、続いてふなころ。ふなしー兄弟の56番目の弟であるふなごろ、実は梨の妖精になる前に青虫に食べられてしまったので梨と芋虫のハーフなんだそうです。ではごろちゃん、今日も一言どうぞ。よろしくお願いします。今日まんじーとか言わないの？今日は遠慮しておきます。怖いからね。あ、そうそうそう、ナピナピだけ言っとかないと。ちょっと私がこっち側行くね。はい、もう一度あの大きな声でせーの。ナッピ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 ニャシニャシ。語尾にナッピをつけろってよく言われるのに忘れがちだからね、あなたね。はい、よろしくお願いします。はい、続いてゴーヤ先生の説明に。あのゴーヤちゃんたちはまだいるの？ここにゴロもいるの？あ、一人ずつ帰るって言ってるけど、まあいいや。ではゴーヤ先生行きます。はい、続いては京都府福知山市緑の親善大使ゴーヤ先生。知らない人のために大きく手を振ってください。はい、この人です。はい、ゴーヤ先生はゴーヤを窓際に植え育てることがことでできる緑のカーテンを全国に普及するため全国を駆け回るゴーヤ先生です。京都府福知山市には夏になると緑のカーテンでいっぱいになります。福知山市ではなんと10軒に1軒の割合で緑のカーテンを育てています。さあ、皆様のお家やってるよっていう方いらっしゃいます？緑のカーテン、あ、ありがとうございます。ぜひね、来年も緑のカーテン、ゴーヤの育て方とかいろいろゴーヤ先生ツイッターでね教えてくれたりもしますのでよろしくお願いいたします。では、はい、ゴーヤ先生からも一言どうぞ。ナッピナッピ。違うでしょ。はい、続いて名古屋芝っ子。京都府京都市から来てくれました。名古屋芝っ子は京都生まれの京育ち。趣味は居合抜きとお絵描きとお習字、大のチャンバラと特撮ファンの5歳の男の子、切らなくていいから肩からかけている大きな大きなガマ口がバッグの中には秘密の7つ道具が入っております。京都の端から端まで通っている三条通りは東海道の発着点。古くから金融機関や旅館が立ち並ぶ近代建築の宝庫です。京都の西の端、嵐山と三条通りを PR しながらこんにちはんこを合言葉に相棒シロタンと一緒に全国に笑いという仕事ボケに旅しております。そしてシロタンは時々倒れます。はい、名古屋芝っ子でした。はい、よろしくお願いします。続いてミッキーちゃん。平方市片野天神社に拾ってもらった恩返しの巫女としてお手伝いしています。趣味は商店街でお買い物とバレエ教室でバレエを習い、商店街のイベントや他のイベントなどで披露しております。みんなそれぞれの地元を好きになってもらうための活動と商店街や地域活性のためにいい人いい人見っけ
いいものミーティーをモットーにみんなに笑顔になってもらうために日々活躍しております。ピクちゃんは今回のイベントみたいに難病の子たちの、ね、支援の啓発をやってくれております。はい、ぜひぜひ皆さん、ミキちゃんのブースにも書いてあるのかな、そういうのあるんだよね。ぜひ見ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではぐんまちゃんです。ぐんまちゃん非常に謙虚謙虚よ、あなた真ん中で。そうそうそう、はい、ぐんまちゃんです。群馬県宣伝部長ぐんまちゃんです。ゆるキャラグランプリ2014年優勝いたしました。群馬県宣伝部長のぐんまちゃん。ぐんまちゃんは2月22日生まれの魚座で永遠の7歳。ポニーをモチーフにしてチャームポイントは可愛い尻尾。毎日のブラッシングが日課です。特技は変身、歌舞伎の衣装や駅長の衣装などさまざまな衣装に変身して群馬の魅力を PR しております。で、ぐんまちゃんのお家ここからだと近いですね、東京駅の方だからね。ぜひ皆さん帰りに寄ってほしいよね。ぐんまちゃんの群馬県のおいしいものいっぱいあったりもしますので、ぜひぐんまちゃんのお家にも遊びに来てください。ブースにもぜひお立ち寄りください。はい、ありがとうございます。はい、それでは全員集合してお写真いきましょう。はい、前の方々は前の方で大丈夫ですよ。ふにゃん、外れすぎ。もうちょっと真ん中においでみんながお写真撮れるようにね。はいはい、ちょっと待ってミッケのかも、私が毒ね。よいしょよいしょ。はい、それでは写真撮りに行きたいと思います。ちょっとそこの五八郎さん準備、はい、行きますよ。はい、行きましょう。それでは正面から行きますよ。はい、ポーズ。はい、ではゴーヤ先生側、はい、ゴーヤ先生側のお客様の方行きますよ。はい、ポーズ。はい、では反対側の皆さんへ。いきますよ。はい、ポーズ。どうしてそんな格好になっちゃうの。大丈夫、はいはい、大丈夫ね。さあ、もうね、慌てなきゃ慌てなきゃって思ってたので、ね、ずいぶんと時間が余ったね。よかったよかった。さあ、せっかくだからゴーヤ先生、ごめんね、私ね、こっち側にいる。そう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 、あんた結構見えないからね。何かあのお話しすることがある？ありません。だよね、浅すぎるよね。浅すぎてさ、あのこれといってあの面白い話とかも何にもないんだよね。ありません。そうだよね、そうだよね、そうだよね。意外とね、もうね、今日はね、すごい慌ててやらないと時間がないわと思ってたんだけど、意外とね、時間があって、そしてね、あ、私のアシスタントのザマリが来た。ですね、ロップのいるところなんですけど、今ロップちょっとそこ階段の上上がってくれる？そうで、向こう側向いてくれる？向こう側、はい、へい。見えるザマリンがいるあたりなんですけども、そちらからキャラさんが上がってくるので、どうかそこは道を開けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あの、はい、ザマリンも無理やり入ってきました。あなたたちね、まだステージ後だからね、はい、帰るように。さあ、こちらは何をしてるの？意外とね、このあ、ザマリン来てくれたの？アシスタントでね。そう、朝ね、もうちょっとね、時間がないかと思ってすごい慌ててたんだけど、ミキちゃんは今日は何を持ってきたの？カバン持ってきて、みんなとお話しするようにね。あ、これも持ってきたの？これはあの踊る用のやつなの？踊るの？みんなと一緒に踊ってみたい？さあ、今日ね、もうちょっとね、お時間ないかと思いつつも意外とあったので、皆さんね、今のうちにお写真たくさん撮ってね。そっかそっか、これ何分ぐらい？45分。あ、大丈夫だと思う。25分までは大丈夫かな。じゃあちょっと頼んでみようか。三浦さん、ミキちゃんがね、これの曲でね、ちょっと踊れるよっていう45秒ぐらいです。じゃあ、
グマちゃんも一緒にミケちゃんと踊ってそして続々入ってきたけど今ね PR 時間だからね PR 時間なんでみんな出て入ってきたの、みんな自由すぎじゃないのこれ。準備ができたらねミケちゃん音楽スタートになりますのでね。そしてあのこわちゃわちゃしてるから私もねどこにいたらいいのかがわからなくなってきたけど大丈夫なのこれはそうもっとねあの1キャラ1キャラの時間が1分ぐらいしかないという計算でやってたのでね。あ、じゃあミケちゃんの曲流れます。そうですか、ちょっとねみんなね、いつもミッケちゃんはこういう風にバレエやってますっていうのを見ていただければと思います。この辺にいると見えないかな、はいじゃあここ行きます。はい、それではいきますよ、ボエ先生ミッケちゃんだあのバレエ踊るから、はい、ではミッケちゃんのバレエです、よろしくお願いします。ございます。もう少しお時間あるからなんかどうする、踊っとけばこれ踊り終わってた。もうね何がね、でもね今ねミケちゃんの素敵なねバレエを見て、あ素敵だなって思ってたんだけどね、こっち側見た時にねザマリーのひまわりの後ろ側にモミジがいっぱいなの頭花びらの後ろにねモミジが積もってんのよもうね後ろ向くとね結構汚いすごいよそうそう、あの1年ぐらい車乗らなかったらこんな風になるような言ってますけど結構かわいそうだね。さあ皆さんはあのふにゃとねゴロと楽しんでいただければと。そしてもうねすでに会場内にはたくさんのキャラさんたちも登場してくる、ゆめちゃんもはい来てくれてますね、無事なもんも来てくれてます。あのステージだけではなく会場内の方にもすごい、あの前の方よりもね後ろにいる方がすごい気になるね、そうそうみんなね結構気になるけどね、後ろの向こうの方にもあの子は誰なんだろうな、結構ね村パーもいるし、あのですね一番奥に見えるあのステージは何ですか。あっちはね、偉い人が来るところあっちは偉い人が来るからあんまり触っちゃダメ、うん、だって私分かんないところだから偉い人がいっぱい来るらしいから、うん、だから今日座れないでステージ見るのが辛いっていうのはあっちでいいよ今日はねもう皆さんをねオールスタンディングで楽しんでいただくステージになってますんで、はい、今日はちょっとね会場内座ることができないのでね、ご了承いただきながらみんな楽しんでいただければと。そして今日はこのあと12時35分からはキャラさんたちによります綱引き大会も行われます。綱引きにはですね小学校1年生から6年生までのお子様が参加することができますので、ぜひ振るってご参加いただきたいと思います。受付はもうできてるのかな、もうできてる。受付はですねこちらのステージの裏側後ろ側の方にですね、綱引き大会参加希望受付っていうのがありますので、そちらの方に行って受付を済ませていただければ参加できることになってますので、受付済ませないと
綱引きには参加することができませんので、よろしくお願いします。ぜひ皆さん綱引きの方にね参加していただければと。小学校1年生から6年生までです。ぜひご参加いただければと思います。このステージ誰のステージだったかが分からなくなってきたけど大丈夫、分からなくなってます。で、ぐんまちゃんがずっと穏やかにぐんまちゃん、このわちゃわちゃすごい困るね。ぐんまちゃんね、おとなしい子だからねあ、なるほどね。でもそんなことないんですよ、実はね、お茶目さんなんです、ぐんまちゃんもそう、おとなしそうに見えてね、実はね、お茶目さんなんですよ馬をかぶってるの猫かぶるとね、おかしなことになるからねそうそうそう、猫じゃないからそう、あ、向こう側にはちょっとね、みんなの気になるキャラさんがステージに上がってリハーサルしてますね、紫色のあ、そう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 、 GCB がね、向こうではステージあったりもしますので。でも今日 GCB って言っても歌うたいがなんとタコさんなんじゃないですか。今日ってタコさんとか、そうだよね、今日タコさん GCB なのかな。あ、ふてくさいってんだそうなのね、うん、でもタコさんだから盛り上がっちゃうかもよって話だよね今日カンちゃんは、カンちゃん歌うの、カンちゃん歌う、あ、コーラスなんだ、歌うの、コーラスで歌うの。え、カンちゃんのステージはないの。あ、カンちゃんステージないんだ、コーラスの人なんだ今日なるほどね、カンちゃんもあのコーラスで参加する GCB のステージもありますので、向こう側ですけどもね、こちら PR ステージしかないですけども、向こう側はいろいろね、あの有名人の方々も来たりとか、マイケルさんとバックダンサーさんとなりますよね、うん、マイケル上岡まさきさんねマイケルまさきさんねあ、そうなんだ、バックダンサーなんだ。え、そうなんだ、もう全然知らない、やばいねはい、そんな感じですけれども、はい、ぜひぜひあのこちらも向こう側もステージお楽しみいただければと思います。あの曲もかけていただいてありがとうございました。はい、さあ意外とねこんなに私すごい早口でみんな紹介した。でも今日ねお越しいただいてる方々はみんなキャラさんのお名前とかもみんな知ってると思いますが、初めてご当地キャラさんのイベントに来られたよっていう方いらっしゃいます。初めて今日イベント、あ、初めて、あ、お前は初めてじゃないだろ初めての人初めての人、あ、いなさそうですね。それでは大丈夫なんですがね、キャラさんとお写真撮る際はどうぞね、仲良くしてあげていただければと思います。何をしてるんだろうみんなで尻尾を引っ張ったりとか叩いたりとか押したりはしないようにしていただければと思います。どうぞキャラさんとは仲良くしていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね、何なのこのステージ、ステージ上でさみんながこう集まって何かやってるって、ゴーヤえ、追いかけしたの、これ誰描いたの、ふにゃやったの、ふにゃ描いたの、ふにゃ追いかけ上手だもんね。さあ、それじゃあそろそろ降りましょうかね。さあ、最初の PR ステージ登場してくれたのはふにゃーしーちょっと、しろちゃん、しろさんいつも倒れちゃうからね。はい、しろさんを連れております、ふにゃーしー。続いて、ゴーヤ先生で、ふにゃちょっとこっちおいで、で、ゴーヤ先生もちょっとこっちおいで、そうそうそう、みんなが見えなくなっちゃうからね。しろこ、ぐんちゃん困ってる。はい、じゃあとりあえずぐんまちゃん。はい、それでなごみしばこ。はい、そしてふなごろ。のへこみ具合がすごいからあなたね、あのね、マンボウとかやりすぎだからね、へこみ具合はい、じゃあね、向こうが、ゴロちゃん側から帰ります。ゴロちゃん側から、ゴロさん、ゴロさん降りていいんだよ、降りましょうか、嫌なの、そうそう、あ、ほんとね、ジャンプ
しないでズボってなるからズボって、そう階段はみんな優しく、階段優しくそうそう、何ジャブしてるってなるからね。はい、クマちゃんも気をつけてね。あのトラックもすんげー揺れっからねだからジャンプすんなっちゅう、みんなでジャンプすんなっちゅうのなんなんだ、この後向こう側のステージでコーラスをやらなくちゃいけなくって急いで帰らなきゃいけないんですけども、その時にプニャとゴロを連れて帰らなきゃいけないんですって。なのであの立ち止まったりするとあのコーラスに間に合わなくなるんで、みんな邪魔すんじゃねえぞって言ってましたカンちゃんが。口悪いからでもいいやつだよいいやつなんだけどちょっと口悪い。はい、いや、ゆっくりね、ゆっくりね。かわいい。何その鬼方、超かわいいんだけど。いや、はい、はい、ミケちゃんたち、ミケちゃんもね、マレーわざわざ踊ってくれて、どうもありがとうございました。ハリボンボン。ありがとうね。ごめんね、どうせんじゃなくてね。ハリボンボンね。いくよ。はい、ありがとうございます。ザマリン。ザマリン。ザマリンはアシスタントなんだか上にいないと思う。そう。心配。